はい、皆さんどうもはじめまして、ヒンタです。今回はですね、みんな最近ね、ちょっとね、ウォリアーが強すぎて勝てないっていうコメントめっちゃいただくんですよ。なのでね、それは間違いだと今日証明していきたいと思います。はい、で今回使っていくマテギアがこちら、グラビガ。このグラビガの説明をすると、この、ね、敵の近くに設置するとこういう風にスロー状態になって、このね、ドーム状こんな感じに、はい、なります。この最中はマテリアしか使えません。マテリアとアビリティは使うことができます。ただはい、こんな感じ。さあ、一応逃げることはできます。ただこのグラビガというマテリア、何が強いかっていうと、相手がアビリティを使った後逃げる手段がありません。なので相手がアビリティを使った瞬間、グラビガを設置してボッコボコにできます。そしてまだね、グラビが使った後マテリア使えるって知らない人実は多くてですね、これかなり強いです、まだまだ現状なので、この動画見た人たちだけの秘密にしておいてください。はい、というわけでね、早速試合動画の方いきましょう。どうぞ。あ、もしねこの動画面白いなと思ったら、チャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあいきましょう。おります。取るに足らん。指令開始だ。コルネオの屋敷いないかもな。ちょっとあんましないかも。エグザキューターいただきます。ありがとうございます。エグザキューターいただいていきます。エグザキューター、上だっけ。上だね、これ上だ。あれ、上もない。コルネオの屋敷フリーファームは熱すぎないか。ここ熱いぞ。ショットガン使ってみようかな、ちょっと。意外と強いかもしんないし。何 ?2 倍は違う気がするけど。ショットガンに2倍はちょっと違う気もするけど。タコモンターやでダメージ測ろう。そもそも当てんのが地味にむずいんよね。俺のかっちょいいバイク見る。かっちょいいバイク。何やつ？今だ。行くぞ。あれ待って、ルールを分かってないかもしれん。紛れ込んでしまったかも。なんかショットガンさ、チャージショットとかできればちょっと強いような気がするんだけど、さすがに何もなさすぎるね、今まだ。俺はねひどいわマジでひどいわ、ショットガン。マジでひどい。これ使ってキルしてみたいわ。強っ！一発なんやが。仕留めたぞ。イカチーバイク、かっこいい。敵が音でビビって逃げていく。もはやショットガンを使うと音でビビって敵が逃げていく。わかりました。希少物か。当然
ショットガンは音でビビらせるためにある。乗るぞ。あ、大敵。こんにちは、遊びに来ましたよ。うまいこれ。他の敵もいるのか。相手を仕留めたぞ。回復しておけ。当然の結果だ。これでもう少し無理ができるか。今だ。3333333333。自滅した。なんだかで自滅した。順太郎。希少物か。ありがたい。当然の結果だ。これでもう少し無理ができるか。今だ。よっ。よっ。使うぞ。あ、グラビが強すぎなんだけど、このグラビがとかいうチート。近距離負けないぞこれ、マジで。環境トップ見つけたぞ。グラビがが強すぎる。詰めてグラビがで、あとはもうしばいて終わり。でグラビがで敵の行動を制限して、ファイヤーとかパンダガとか使えば、まあ、グラビがある方敵も行きたくないだろうからね。それも戦略で使えるな。グラビがで敵の進路塞いで、ファイヤーとか、ブリザードとか、サンダーとかね。攻撃系のマテリアでね。戦略性は無限大ですね。今だ。いいだな。アンチ向かってないこと。もたもたしてられん。奇襲だ。他の敵もいる。回復しておけ。どっか撃たれた。当然の結果だ。戦闘開始だ。もたもたしてられん。行け。
ここら辺グラビガで固めて、どっから来てもいいんでしょう。2個は置ける今。最終アンチ敵が来る方をグラビガで固めまくれば、もう、勝ち確ってことだよね。だろ、分かってるよ。そこのエアロ使わしてもらおうかな。やってくれた。分かってた、今そっちから来るの。敵が出てくるこの扉を。関係のない話だな。これがグラビガです。最強です。はい、 GG。 面白い。14キル、ナイス。で、214、14キル、ナイス。